皆さんこんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。今日はコストコで購入してきたこのじゃがいも、このじゃがいもを使って美味しいじゃがバターを作ってみたいと思います。作り方が2種類あるので、一つは炊飯器を使って、一つは電子レンジを使って、2種類の作り方で作ってみます。そしてどちらが美味しいか食べ比べしてみたいと思います。まず一つ目の方法は炊飯器を使います。炊飯器の中に洗ったじゃがいもを入れます。その中に 100cc のお水を入れます。蓋をしてスイッチを入れます。もう一つの方法は電子レンジを使います。じゃがいもに切り込みを入れます。半分よりちょっと下ぐらいまで切り込みを十字に入れます。キッチンペーパーを水で濡らします。濡らしたキッチンペーパーにじゃがいもを包みます。さらにサランラップに包みます。包んで600ワットの電子レンジで5、6分加熱しますけれど、もし硬いようでしたら引き続き加熱していきたいと思います。電子レンジでチンした分が出来上がりました。中まで竹串が通ってちゃんとほかほかになっています。今度は炊飯器のがどうでしょうか。炊飯器のもいい感じに出来上がっています。ここに切り目を入れていきます。で、真ん中にバターをのせます。この中央にあるところにバターをのせてじゃがバターを作ります。出来上がりました。こちらが電子レンジでやった分、こちらが炊飯器でやった分です。で、両方ともバターをのせて食べたいと思いますが、バターを塗って、それからどっちが美味しいか今から比較してみます。すっごいほっかほかのホックホックになってますよ。こっちが電子レンジの、うん、おいしい。バターがしっかり染み込んでっていうか乗ってて、電子レンジでやった方が美味しいかもしれん。どうなんやろね。音楽、うん、しっとり。今だけど電子レンジと炊飯器、どっちも炊飯器、うん、どっちもどっちかな、うん、なんかナイフって入れたら同じような気がするけど、炊飯器の方がしっとりしとるね、うん、すごいしっとり。なんかナイフを入れた時にスッと入ったから硬いかなと思いきや、柔らかい、しっとりしてる。電子レンジだけ食べたら、うん、それはそれでしっとりしてると思ったんですけど、炊飯器食べたらよりしっとりしてる。よりしっとりしてる、うん、ほんと美味しい。炊飯器の方が美味しいかも。これって皮食べていいんですか。食べていい、食べていい。 お好みですね。お好みだけど、でも皮でも北海道で食べるのは皮ごとよ。そうですね、で皮の下に栄養があるから、そう、皮と身の間にね、身の間に両方美味しいけど、うん、簡単といえば、もう簡単といえば両方簡単か、まあ、時間かからない、両方簡単よね。時間かからないのは電子レンジ、うん、すぐ6分でできるから。で、よりしっとりしたいときは炊飯器がいいかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。